さあ、じゃあ、ラスダンも直前というか、クリア目前に迫ってきたんですけれども、いろいろね、まだできることがあるみたいなので、やっていこうと思います。一つはね、飛空艇？なんかね、空飛べるらしいんですよ。そのイベントをやっていこうと思うのですが、遥かなる世界にて我が足跡を尋ねよ。8864、これかな？この座標に行けばいいのかな？何かの球体をはめ込むくぼみみたいだな。そう、二つのなんか、ドラクエじゃないんだけど、光の玉と闇の玉っていうのをね、ゲットして、ここにはめ込んだら、なんと、バイルティア号が飛空艇になるらしいですね。で、そのうちの一つが、アイボリードの、に関係するところらしいんですよね。で、あともう一つが、ラスダンじゃないとゲットできないみたいなので、まぁ、今回でゲットするっていうのはできないんですけれども、まぁ、少し進めることはできるかなっていう感じで、じゃあ、この座標に行けばいいんだよね。88-64。じゃあちょっと移動しましょうか。あ、でも、セレスティアとインフェリアどっちなんだろう。ここっぽいね。あ、ここだ。アイフリードの墓。ここね、光の玉がゲットできるらしいんですけれども。あ、普通にあれなんだ。ダンジョンなんで、ですね。でもね、どうやらなんかボスは出てこないみたいなので、1しか食らわないんですよ。敵強いのかな？ダークボス！強い、もしかして。ちょっと。ダークボス！もう隠しダンジョンの一つであるみたいなんですけどもね。アブソリュート。何この巨人、倒して倒してみる人たち。なんか1しか食らってないの。何これ。おお、ナイス。あー、でも経験値うまいね。じゃあ強いんだ。何なんだこの趣味の悪さは。色彩と造形に秩序も統一感も感じられないこの内装。そして芸術とは程遠く技巧的にも稚拙な中年男の裸像。一体どんなやつがこんな場所を作ったのか顔が見てみたいものだ。そうかな、なんとなく楽しそう、ワクワクしちゃうな。怖えよ、ここなんか出るぜきっと。じゃあやっていくか。ダンジョン的にはね、なんかね、パーツを探すらしいですね。で、この像に組み込んでって、で、なんか、アイフリードを作るみたいな感じらしいので、行ってくるか。あれ？あ、なにこれ？なんか動いてるよ。あ、怖っ！なにこれ？あ、ギロチンやん。趣味悪いって。いて、お高い子へはあ、勝てたけどリット死にました。あ、エルクシールだ、ありがてー。もうわけわからんほんま。うわ、怖っ。なんか、お化け屋敷みたいな。え、なんかいる。出ていけ、ここは立ち入り禁止だ。え、どうすればいいんだ、これ。お、凍結しました。なになに？我は夜にさまよい血を求める者。我は欲する美しき娘の血を。あ、開いた。あ、なんか女性キャラにすればいいんだね。なるほどね。え、なんか飛んできたんだけど、何あれ。リトじゃないと操作しない。置いて、レッドベルベーの、ありがたい。なんか投げてるぽいぽい。
なんか動いてる関係あるんだけど、何これ。あー来た、これが1個目か。アイフリードの服、これはいいのかな。ウザニアのドレス、どれだ、ホラちゃん。なんかいいアイテムもたくさんゲットできそうですね。ここ古く傷んだドレス、なんかイベントで使うのかな。あ、戻ってきました。さて、じゃあつけちゃいますか。お、来た、アイフリードの服。ふぅ、あとこれをなんか2つぐらいやんないといけないらしい。今度はここに行ってみよう、上の方。なんかお化け屋敷みたいなとこ来たな。え、なになになに、ええ、は？入ったとたんなんか落とし穴落とされたんだが。何これ。あ、ちょ、来い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 、戦えるやつは戦おう。そうだな、で足場を安全にしてからって。あ、何これ、初めて見る敵、魚と人で。これなんか今までちょっとあの見てこなかった敵とかが出てくるのも面白いですね、ここ。ただ謎解きがちょっと難しいというか。お、シャドウが使えるぞ。シャドウ、かっこいい。グランドダッシャー、ふぅ、なるほどね。こうして、お、待って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 、アイクシール、なんかほんとお化け屋敷みたいだね。この先釜茹で地獄、ファッ、あ、なにこれ。あ、ちち、このままじゃ通れねえよ。あれ、コールすればいいんじゃないの、違う？あ、あ、できたできたできた。あ、何回かやらないとダメなんだね。はい。あれ？入り口に戻ってきちゃった。みんな、全員、あれ？アブソリュート。あれ？入り口に戻ってきちゃったかな？もしかしてやり直しだったりしてもう一回。あ、やっぱり！クソ、めんどくさい。ここに何かあるよね。あ、来た！あ、あったあった。アイフリードの帽子。よかった。これで二つ目ですわ。だって帽子。お、いいね。さあ、残りはこっち左側だけですね。ちょっとセーブしよう。アイフリード系はあれですね、結構骨が折れるというか、クイズもね、難しくはないけど大変だったし。さあ、これで最後だと思いたい。やっていくぞ。なんかいる、なんかゼロスみたいだね。気のせい。え、なになに、めっちゃダメージ。ええ、なにこれ。ひどい。あ、アイテムだ。あ、で、なんか女性がいる、反対側に。レッドセボリー。こっちは？どうにかできないの、これ。おう。見て、もう一回ぐらいないだろう。ミスリルブレス、スターシード。お、やった。スターシールドは闇耐性が良いんじゃないで
か。なるほどね、ソーサーリングで動き止めることができるのか。いて、いて、ちょ、通れない、まあ、回復すればいいんだけどさ、まあ、敵が出たら嫌ですよ。あ、ちょっと待って、あ、逃げる逃げる逃げる、怖い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 、逃げる逃げる逃げる、おー逃げる。これは、あ、メダルか。あ、レンズレンズ、ドラクエの影響からメダルって言っちゃうね、どうしても。何はカッパが襲いかかってきたんだが、え、挟まれた。いや、敵はカッパじゃない。なんだこれは。あ、ちょ、待って。怖い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 。え、ちょ、待って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 。ひどいひどいひどい、これ。危なかった。死ぬかと思った。おー、挟み撃ちやめてー。シシセイコあー、よかった。もういねえか。なんだよ、ほんと。向こうの方にね、女性がいたんですよね。こっちかな。扉が開かない。ほら、女性がいる。こんにちは。え？女性に当てるのは失礼だよな。なにこれ。あ、なんかあれ動かせるんだけど、動かさないとダメ？あ、なになに？どこかで何かが外れる音がした。これ動かさないとダメなんだね。もう女性の、なんだろう、人形かな。さて、で、そしたらここが扉になってたから、ここが開いて、ハット、これチャットっぽいな。あ、やっぱりね。あ、ここにあった、アイフリードのヒゲ。あ、戻ってこれました。あ、ねねねねね。あ、来た来た。道は開かれん。はい、光の玉や。あ、なに、ね、これなんか特にイベントないの、この石碑みたいなところ。ということで、じゃあアイフリードの墓これでクリアですね。もう行きたくないわ。さあ、もうね、動画40分ぐらい撮ってるんですけど、カットしたらめっちゃ短くなりそうだな。あ、そう、ね、あともう一個やりたいのがあって、あのウルタス V って言葉あったじゃないですか、あのヒアデス戦後の後に、聞いた言葉ですか。あれ何かなって思ったら、視聴者さんがね、コメントに、あの、あれあれやでって、インフィリアで見た劇の内容やでっていうコメント書いてくれてね、で、そういえば劇全部見てないなって思ったので、それをね、ちょっと見に行こうと思います。結構ね、まあ、お金取られる劇だけど、まあ、そりゃそうなんだけど、大事らしいので、エターニアの世界観を知る上ではね、あの劇って。なので、ちょっとそれを全部見れるかわかんないけど、見て終わりにしようと思います。まあ、調べたらね、最後なんか劇見るのに50万ぐらいお金取られるらしい。まあでもね、あるから検索してね、お金は持ってるから多分全部見れると思うんですが、はい、じゃあ、劇を見ていきましょう。そう、ウルタス V 物語、あれ第3幕か、次見るの。第1、第2は見たよね、確かね。はい。
じゃあ見ていきましょう。ん？おやおや、おてんばレージャーご機嫌斜めのご様子です。ルーカス、ルーカスはいないの？なんでしょう、あんなお嬢様。私、ウルタス V とかいうもののせいでお父様から外出を禁止されてよ。屋敷から一歩も出られないなんて私耐えられない。ウルタス V って何者なの？はい、貴族令嬢を狙った誘拐犯だという噂です。そう、レイスは、ウルタス V は、なんか、君に委ねるみたいなことを言ってたんですよね。兵士に。なんだっけ、お姫様のこと好きな、騎士いたじゃん。なんだっけ、名前。あいつになんかね、遺言残してたみたいな感じだったんですけど。だからなんだと言うの？危険なのです。昨日はクララ様が誘拐されました。嘘。クララは結婚を控えていてよ。おいたわしい事件です。そんな。明日は我が身やで。ルーカス、ルーカスはいないの？ん？ルーカスは？はい、本日の早朝、おいとま、お暇をいただきました。どういうこと？はい、なんでも自警団に入団したいとかで。やめちゃったんか。あのお嬢様どちらへ？ウルタス V をやっつけてくるわ、クララの敵討ちよ。ルーカスにできて私にできないはずないじゃない。旦那様。張り切りました。おてんば令嬢、張り切りましたらおてんば令嬢アンナ、そのお手並みやいかに。と、ここでお時間尽きた模様。短いよさあ、じゃあ第4幕も見ちゃうか。次はいくらすんのかな。はい。第4幕、センガルド。はい。ルーカスはやめてしまいましたね。お屋敷を飛び出したおてんば令嬢アナ、とりあえず平民の集まる市場に来てみました。おてんば令嬢アナにとって見るも聞くも生まれて初めての光景ばかりです。ふん。いい匂い。ドエニスの花。あれ、なんかドエニスの花って、あれ、レースと関係なかったっけ。ドエニス？遥か彼方の大陸に咲く美しい花の名前です。遥か彼方ね、一度見てみたいわ。だよね。どこに目つけてんだって。あれ、おてんば嬢様がなぜここに。おてんばですって。 いや、ルーカスの話から想像した通りの嬢様だな。ルーカスったら許さなくてよ。ウルタス V 様が、ウルタス V 様が、また誰か誘拐されたのか。違うよ。ふん、正義の味方。どういうこと。借金でどうにもならなくなったあたいの前に両手いっぱいドエニスの花を抱えて現れたんです。ドエニスの花さえあれば染め物ができる。染め物ができる借金を少しずつ返していけるんだ。よかったな。そうか、やっぱりウルタス V はいいやつか。でもお嬢様を誘拐してるんですね。あのお嬢様、こんなとこで何をしてるんですか。勝手に屋敷を出ていくお前には関係ないでしょ。私、そのウルタスとやらに会いたくてよ。どこに行けば会えるのかしら。あたいにドエニスをくれた後、あっちの方へ。へぇ。あのお嬢様、お待ちください。
走り出したら止まらないのがおてんば令嬢たるゆえ。はい、じゃあもう一幕見るか。全部見れるかな。次はおいくらですか。5幕5000ガルド。最後なんか50万ガルドぐらい取られるらしいけど、まだ全然払えますね。おやおや、ルーカさん、おてんば令嬢を見失ってしまったようです。あんなお嬢様。この辺り貴族令嬢を見かけなかったか。後ろにいるよね。見てないね。参ったな。行きましたよ。ルーカスったらなかなかしぶとかったわね。黙っていてくれてありがとう。これはお礼よ。施しありません。それよりタイムジョー様と同じ気持ちです。ルータス部員に会いたいと。はい、そこでお嬢様、お願いがあるのです。お嬢さん、お待ちなさい。おとりになるとか。10人目の被害者だ。また犯人はウルタスボイか。畜生、逃がさねえぞ。ほう、あのお嬢様にも。次、お、2万ガルド、ついに上がったね。4米になった。4米に。顔見知りの貴族令嬢が10人目の犠牲者となったことは平民の彼らにも衝撃を与えました。アルルーカス。あのお嬢様は。ルーカス、残念だけどウルタス V ってやっぱりひでえやつだ。なんかみんな手のひらくるっくるやな。正義の味方だなって言ったり。まあでも、誘拐されたらもうそうなっちゃうけどね。あのお嬢様、ルーカスしっかりなさい。みともなくってよ。あのお嬢様、なぜおてんば令嬢がマーサの服を着てるんだ。マーサはどうした。マーサが代わりになったのか。なるほどね。ウルタス V が善人であることを証明するために。バカなことを。さて、今度は私が。あのお嬢様、ご自分の身にどれだけ危険が迫っているかまだお分かりにならないのですか。あら、ルーカス、主人である私に指図する気なの。私はもうあのお嬢様の使用人ではございません。お暇いただいております。なんば私がどうしようと関係ないでしょ。おい、行っちまったぞ。追いかけないのかい。あらあらあら、人の世に別れといさかいはつきものと言いますが、はてさて。はい、さあ次なんか10万ぐらいになってそうだな。10万円払って劇を見るってどんだけのセレブやって感じだけど、やっぱり10万ガルド。いくぜ。おてんば令嬢アンナは一人でウルタスボイを捕らえるつもりのようです。我ながら惚れ惚れするわ。これの正真正銘の貴族令嬢であってよ。ルーカス、いないんだよな。はいないのね。貴族を舐めたら承知しませんことよ。
お嬢さんお待ちなさい。あ、ついに出た。お嬢さん震えなくてもよろしい。震えてなんかなくてよ。クララやマーサはどこ？ここから遠く離れた場所で楽しく自由に暮らしていますよ。あなたもどうです？新しい世界を見に行きませんか？ついに出会っちゃったね。かわいそうな囚われの小鳥よ。退屈な舞踏会やくだらないゴシップで明け暮れる。そんな貴族の生活に本当は飽き飽きしておられるのでは。もっと広く自由な空を見たくありませんか。私の豪華船に乗せてあげましょう。世界一周の旅などいかがです？ドエニスの花が咲くという遥か彼方の大陸にも行けるのかしら。もちろんですよ、お嬢さん。現に恐ろしきは無邪気さであります。へえ、あ、普通の人だったね、ブルタス・ブレイ。でもイケメンの雰囲気はあったけど。さあ次、あ、来た。これで最後かな。50面やばー。あー、100万ガルド超えてたのに。おてんば令嬢アナはウルタス V を信用しきっております。本当に信用していいのかな。え、お、役と、なんかあれ似てない。私の名を語って悪事を働くのはやめてもらおうか。え、ほう、ウルタス V のご登場か。あ、こっちのあの金髪の方が本物か。お前の名を借りれば平民の信頼がついてくる。おかげで随分仕事がやりやすかったよ。あなた誰？おや、知らなかったんですか。私は知らない商人ですよ。血筋のいい奴隷を世界各国で売りさばく商人ね。ちょうどいい機会だ。本物と入れ替わってやろう。あ、剣撃始まった。いや、なんか似てるよね。実は兄弟だったりしないの？やるな、さすが正義の味方さんだぜ。別に正義じゃないさ。私は大切な人たちを守りたいだけだ。どことなくなんかちょっとレイスに似てるような。無事でよかった。ウルタス・ブイが二人いたとはな。奴隷にされてた貴族令嬢たちも家に帰れるんだろ。あ、マーサさん大丈夫だったのかな。あ、全員無事だ。どうかなさいましたか。ルーカスはどこへ行ってしまったのかしら。あれはとても鈍いから心配だわ。心配することはありません。え、私はいつもあなた様のおそばにいます。あのお嬢様ご無事で何よりでした。あらー、え、チューして仲直りか。貴族令嬢連続誘拐事件に終止符の打たれたこの日、一人の貴族令嬢が町から消えました。ルーカス、私世界が見たくってよ。あ、終わった。ありがとうございました。なるほどね。ウルタス・ブイはお前に任せて、アナお嬢様が、あれか、なんだっけ、このインフェリアの王国のお姫様みたいな感じでさ、まあ、なんだろう、自由をあげてほしいみたいな、そういうことか。なにこれ。なんだこりゃ。あ、ウルタス台本。ありがとうございます。なるほどね。お嬢様のことは、お姫様のことは、お前に任せたみたいな感じのことを、あの騎士に言い残したわけですね、レイスは。そういうことか。
はい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 。ウルタス台本、役を演じるために5毒、役になるために10毒。なんだこれ。いやね、ドエニスの花とかなんか多分出てきたよね、レース関係で。まあ、なんかレースがロエンか、ロエンに言い残した言葉の意味がこれで分かったって感じですかね。はい、ということでじゃあ今回はここまでにしておこうと思います。次回は最後の大勝利倒せるかな、ちょっと行ってみようかなと思います。お疲れ様でした。